明日は節分です。新型コロナウイルスの影響で恵方巻きの販売でも接触を避けるため、ドライブスルーで商品の受け渡しが行われています。事前に予約した恵方巻きを車に乗ったまま受け取ることができます。大手スーパーのイオンでは、接触を避けながら買い物ができるドライブスルーで恵方巻きを販売しています。新型コロナウイルスによる巣ごもり需要で、インターネットでの恵方巻きの売り上げは去年の2倍に伸びていて、91店舗でドライブスルーに対応するということです。恵方巻きやクリスマスケーキなど季節性の高い食品では食品ロスの削減が課題となっていますが、イオンでは売れ行きを見ながら恵方巻きの生産量を調整するほか、百貨店やコンビニなど流通各社では予約販売を強化する動きが広がっています。